はい、それでは金沢大学の山田です。よろしくお願いします。まず、ミオグロビンというタンパク質は、筋細胞特異的な酸素結合タンパク質です。このミオグロビンは、ヘム鉄を有し、酸素と結合することができます。また、このヘム鉄によって赤色を呈することで、骨格筋の赤色の色素の元ともなっているタンパク質です。このミオグロビンは、機能といたしまして、細胞質において酸素を貯蔵するということ。また、酸素の側通拡散、つまり、細胞内をミオグロビンが動き回ることによって、酸素の濃度を均質化するという機能になっています。しかしながら運動生理学的には筋収縮によってミトコンドリアの酸素需要が更新したときにそのミトコンドリアへミオグロビンが酸素供給を行うのかというのが一番の疑問でありました。そこで我々は可視管流ラットシステムというものを開発いたしまして、筋収縮中のラットの骨格筋におけるミオグロビンの脱酸素化動態を計測いたしました。その結果、筋収縮直後からミオグロビンの脱酸素化が始まり、徐々に増えていくという結果が得られています。また、そのメカニズムといたしまして、即時的に反応できるメカニズムといたしまして、ミトコンドリアとミオグロビンが直接的な関連性を持っているということも示しています。こちらの左側のデータから、右側の図のように、ミオグロビンがミトコンドリアに極在している、つまり、近接接着しているということを明らかにしました。また、このミトコンドリアに極在しているミオグロビンですが、チキンタイプの菌と側菌タイプの菌を比べますと、チキンタイプの菌において多いということが分かっています。また、持久的トレーニングによって、そのミトコンドリアに極在するミオグロビンが増加するということも分かっています。これらのことから、ミトコンドリアに極在するミオグロビンは、有酸素代謝能力に強く影響を及ぼす因子の一つなのではないかと考え、現在研究を行っております。そこでこれまでの研究で生まれた疑問です。ミトコンドリアにミオグロビンがこのように極在するということが分かりましたが、このミトコンドリアというのは外膜、膜管区、内膜、マトリックスの4つの区画に分かれています。それぞれの4つの区画のどこにミオグロビンが存在するのか、そしてそこでどんな機能を果たすかに関しては、これまでの研究では明らかになっておりません。そこで、今年度、23年度の目標といたしまして、ミオグロビンと相互作用するミトコンドリアタンパク質を検証することとしました。これを明らかにすることによって、ミオグロビンのミトコンドリア内における極在と機能を示唆することができます。具体的な研究内容は以下の2点です。それではまず1つ目の骨格筋組織ミトコンドリアに極在するミオグロビンと、その相互作用するタンパク質を検証した内容に移ります。まず、ミトコンドリア内膜には電子伝達系というシステムが存在しています。この電子伝達系は最終的に酸素を還元することによって、生体内のエネルギー源である ATP を再合成しています。この酸素を最終的に還元しているのが複合体4番と言われるタンパク質です。ミオグロビンは酸素結合タンパクでありますので、この複合体4番と仮説といたしまして、相互作用するのではないかと考えました。それではこちらはその結果です。こちら左側の結果では、ミオグロビンのみを筋細胞から生成してきたサンプルに、そこに複合体4番のタンパク質、COX-4 というタンパク質が検出されたという結果を示しています。この結果は何を意味するかというと、そのミオグロビンと COX-4 が結合しているということを示しています。また、同様のサンプルを持ちまして、こちらの右側では、その COX-4 以外にミトコンドリアに存在するということが分かっている、その GAPDH というタンパク質を検出しました。その結果、ミオグロビンのみを生成してきたサンプルから GAPDH は検出されませんでした。これらの結果を総合しますと、ミオグロビンは電子伝達系の複合体4番と特異的に相互作用しているのではないかということが考えられます。では次に2番目のミオグロビン安定発現培養細胞株の確立からそこにおけるミオグロビンの相互作用のミオグロビンとミトコンドリアの相互作用の検証です。我々は今後ミトコンドリアとミオグロビンの直接的な関連性をより詳細に調べていくためにミオグロビン安定発現株というのを構築しました。この安定発現株といいますのはミオグロビンを強制的に発現させる遺伝子を今回はラットの由来の骨格筋細胞 L6 に導入することによりまして、強制的にミオグロビンを発現させた細胞を得るという結果です。まず、ニックタグ付きミオグロビンというタンパク質を発現させる遺伝子を L6 に導入しました。
その導入された細胞といいますのは、ネオマイシンという薬剤に対する耐性を持つようになりますので、その薬剤耐性を持つ細胞だけを選択し増殖させました。で、そこに実際にミックタグ付きのミオグロビンというのが発現しているかどうかというのを確認しました。このミックタグというものですが、もともとはミオグロビンが持っていないアミノ酸配列でして、もともと発現しているミオグロビンと強制的に発現させたミオグロビンを分けて検出することができます。では、まずこちらが、ミックミオグロビンが発現しているかどうかを免疫染色によって確認した画像です。細胞におけるミックミオグロビンを緑色に染色したのですが、こちら少しわかりづらいんですけども、上側が遺伝子導入細胞、下側が通常の細胞です。この遺伝子導入細胞においては緑色の傾向が確認されましたが、導入していない細胞では確認されませんでした。このことからミックタグ付きのミオグロビンが導入細胞において発現しているということがわかります。また同様に、生化学的にミックミオグロビンの発現を確認しました。通常の L6 細胞にはそのタンパク質は検出されませんでしたが、遺伝子導入した細胞からはそのタンパク質は検出されています。これらの結果を総合しまして、ミックタグ付きのミオグロビンが安定的に発現した L6 の確立に成功しました。では、この L6 を用いまして、ミトコンドリアとミオグロビンの相互作用を検討した結果です。こちらは同じように免疫傾向抗体法を用いまして、相互作用を確認した結果です。ミックミオグロビンを緑、ミトコンドリアを赤に染色しました。で、それらを重ね合わせた画像が一番右側のこのマージの画像になります。このマージの画像において黄色い部分が観察されています。この黄色い部分というのはこの緑と赤が重なり合う部分ですので、つまりミックミオグロビンがミトコンドリアに直在しているということがこの結果からわかりました。また、この安定発現株からミックタグ付きのミオグロビンだけを先ほどのように生成してきました。その生成したサンプルから複合体4番の COX4 が検出されました。またこちらはその生成したサンプルから非特異的にタンパク質を検出した結果です。その結果、ミックミオグロビンと複数のタンパク質が相互作用しているという可能性が分かりました。それではまとめます。ミオグロビンと電子伝達系の複合体4番が相互作用するという可能性を示しました。これまでの自己達成率といたしましては、目標に対して大体 80% ぐらいまで行くことができました。また客観的な結果といたしまして、すでに研究成果は学会発表で公表しております。引き続き、学会発表や雑誌への投稿を通じて評価を得ていきたいと考えております。また、来年度以降の目標ですが、今回、構築しました発現、過剰発現モデルを用いまして、実際にミトコンドリアの呼吸が更新するか、また電子伝達系の活性が更新するかを、検証していきたいと考えております。最後になりましたが、本研究を遂行するにあたり、多大な助成を賜りました、公益財団法人、ヤマハ発動機スポーツ振興財団の関係諸氏に対しまして、深くお礼申し上げます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。